みなさんこんにちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は52ページ41番の C になります。 C 波長調4分の4拍子、長い長いんですよ。頑張って練習していきましょう。それでは早速やっていきましょう。聞いていただければと思いますけれども、まあ、ここまで聞いたら、あーこんな曲ね、はいはいはいって言ったら、もう自分でねピアノを弾いて、音を取るのが一番良いかと思います。まあね、何人かですけど、私のこのねチャプターでは気に入らず、1分何十秒みたいなところでね、私が歌い始める直前の分数を書いて、これなんか何回も聞かないでくださいねっていつも言ってますけど、私の癖が映って、耳から聞いちゃった耳コピっていうのは、その癖とか私の歌い方の癖とかも全部コピーされていってしまいますので、皆さんに聞いてほしいと私が思ってるところと皆さんが聞いてしまうことがずれてる時がありますので、本当にねこれは参考にしていただきたいと思っております。まあ、私としてはね、皆さんが自立していただけるのが一番だと思っておりますけれども、いやいやいや、そんなの無理無理だって、ピアノ弾けないし、第一家にピアノないし、 でも歌は好きなんですって、レッスン行きたいんですっていうね方がご覧になられているのも私は知っております。私の生徒さんでもね、そういう方、大勢いらっしゃいましたよ。だから家にピアノなくってね、なんだけど、まあ先生がね交流文献やれって言うから仕方なくやってるんですよ。先生もうなんか勘弁してくださいよって、これ見させてもらっていいですかみたいな、ね、そんな感じでご覧になっている方 でも本当に何百人もいらっしゃると思いますので、私もね強くは言えませんが、もう本当に私の変な癖映っちゃったら本当にごめんなさいっていう感じでね、なので、あんまりね数を聞かないでほしいっていうのはあるんですけれども、この曲もですね非常に難しい。そしてこういう曲もその拍子感っていうのがね、なんともねどっか行っちゃってるんですよ。4分の何か何十拍子みたいなね、ずっと、または4分の1拍子ずっと同じ一本調子みたいなね、どこかに1 2 3 4 1 2 3 4っていうね音楽的な流れ、そしてフレーズですね。フレーズはどこからどこまでを一つのフレーズにしたらいいのか、曲の展開ってどうなってるんだろうかとかね、そういうのも発見できるといいと思いますが、まあ、目安としてですけど、全部ではないですけど、まあ、この曲だったらソミドレミレミファソファミファソラシドラファレミファミファソラソラシドラソファソラシドレス、どこで切れるかな、レセソラシドミドラシドレドセレドセラセソ、ここまではいっちゃうかな、ここまでなんか行きたい感じがしますよね。そしたらその次にレソラシドソラシドセレドセラソラ
ますけれども、ということでですね、まあ、こう取り留めもない4分の1拍子みたいなのにならないように歌うのはまあすごく難しいですけど、まあ大きな変化は3段目あたりにあってっていうぐらいしかね、私にはちょっとここでは申し上げられませんけれども、またねそれは正人先生に聞こうかなみたいな感じではありますけどね。ではですね、これをもうちょい遅く遅めテンポでやってみようかな。これもね、遅くすると今度ブレスが足りなくなってしまいますのでね、皆さんあのブレスはあのいろいろね、あのあちこちで取っていただければと思います。ということで、じゃあ遅めのテンポでいってみましょう。曲ですので皆さんね、根気強く練習していただければと思います。頑張って練習してみてくださいね。それではまた。